なかったの？ココア、ココアこそ午後の授業から急にいなくなって。だからカバン取りに戻ってきたんだよ。にゃー、ココアのこと待っててくれてたの？セイラは優しいな。先に帰っててもよかったのに。そんなことできるわけ。それよりこんな時間までどこに行ってたの？カズヤとタツヤが小学校でお友達に怪我させちゃったらしくてさ、ほんとワンパクすぎて困っちゃうよね。最近多すぎない？こないだは急に頭が痛いとか言い出して保健室に行ったまま戻ってこなくて。にゃはは、家事疲れかな。漢文の授業とか子守歌に聞こえちゃってついうとうとしちゃうよね。ココア。ああ、そうだ、セイラ。今日スーパーでカボチャの特売日なんだよ。付き合ってもらっていい？ココア。にゃ？あ、もちろんセイラにはお礼にプリンおごるよ。そうじゃなくて。セイラ、なんか今日おかしいよ。おかしいのはココアの方でしょ？セイラ？まだ続けてるんでしょ？やめた方がいいって言ったわよね。危ないって、危険だって。それはセイラの考えでしょ？ココアの考えは違うよ。ココア。安心して。セイラが思ってるほど危険じゃないよ。それに変身すると可愛い洋服着れちゃうし。ちょっとココア、あの子たちに騙されてるんじゃない？イロハスもカオリンもいい子たちだよ。あと、オムニャンもね。どうも。あなた、いつの間に。知ってた？オムニャンって壁なんかあってもスイーってすり抜けちゃうの。まあ、最近気づいた能力なんだけどな。カウション、カウション。おっと、お呼び出しですね。ココアまさか、また？悪魔の数が多いな。今日、何回目だ？大量大量！この調子で一網打尽にしちゃおう！イロハとカオリもまだ近くにいるはずだ。合流してから向かうぞ。あ、オムニャン、ちょっと待って。一応言っておくね。セイラ、魔法少女、超楽しいよ。だからセイラも一緒に魔法少女やろ。ココア。私は、嫌よ。うん、そう答えると思ってた。え？セイラは、セイラが正しいって思った道を進めばいいよ。私は。さ、行こう、オムニャン。本日は入れ食い状態だよ。ああ。私は、違う。私はただ。